ジェニーリンは台湾出身でアメリカ在住のピアニスト。1973年生まれ。若くして台湾を離れ、ウィーン音楽大学、ペボデ音楽院で学ぶ。リチャード・グード他にも短期間支持している。在学中に、ホセイ・トゥルビ国際ピアノコンクール第2位、カントゥ国際ピアノコンクール優勝、マウリツェオ・ポリーニが委員長を務める第2回。 ウンベルト・ミケイリー国際ピアノコンクールで特別賞。クラシック作品を演奏する率も高いが、彼女の最大の持ち味はやはり現代音楽の演奏にある。レパートリーも多くの中国の演奏家にあるような、偏りは見られず、新旧世代問わず幅広く世界中から移植する作曲家を選んでいる。おそらく彼女は台湾人で初めてダニエレ・ロンバルディと進行を結んだ。 ピアニストであろう。その縁が契機となり、ロンバルディの21代のピアノのための公共曲第2番のニューヨーク初演や911のための愛歌の世界初演がアメリカで実現した。ディスコグラフィには中国の作曲家のポルトレや中国趣味に基づく作品集を BIS 等から発表しているが、本来の彼女の路線とはやや異なった感覚の作品を スタジオ向けに配している感触が強い。現在はニューヨークを拠点にして演奏活動を続けている。ありがとうございます。